はい、どうも、カツです。どうも、沼です。さあ、カツ、はい、いよいよこの時が来た。はい、お城から見する 100% クリアの道。はい、いよいよここから本番だ。本番、今までどうあったそれが全部お遊びだ。お遊びですか、うん、見なくていいよまあ、フリーズ面白かったよ。まあ、フリーズ発表があったけども、こっから本編がスタート。こっから本編がスタートするんですね。そういうことです。ブーブー、お城カービィ3を 100% クリアさせですよ。残り 3% クリアするには、はい、1つのミニゲームをクリアするんだ。はい、まず1つがミニゲーム集。ミニゲーム集、まずはオプションを開く。はい、オプションと M と B。 はい、M がそのミニゲーム集です。はい、はい、MG のゲームとコンセリアのミニゲームを、はい、ノーミスクリア、全部。うわぁ、俺がミスってばっかりだったやつだ。さあ、行ってみよう。はい、これまだ背景があるんだよね。あ、先に言われたんですよ。はい、僕は一切手出しません。はい、一人で頑張ってみよう。もう、これはアクション関係ね。はい、僕はまた家の違いリアル化を狙います。はい、さあ、風船一個でも間違ったら終わりやばい。自信がないけど頑張るぜ、イエーイ。うん、これ今の最後何だったんだ。何だろう、出だすけ。次のステージへ。まあ、これは簡単だ。うん、うなぎはね、うん、背景変わってる。はい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 、やるよね、色違いのラッキャリー。はい、うん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 、これはまだギリギリできたけどな。おしょう、おしょうだって。さあ、ネクスト。さあ、これ。あ、これ苦手。しょう、2、1、2、次。3問目だよ。うん。わかんない。何問だよ。多分4。あ、5だった、やべえ。なるほどね。でもね、うん、戻れないんです。え、じゃあこれ一通りやんないといけないの。そういうこと。やだー。だから、きつくなるよ。うん。今どうやってたんだ。俺、黄色見てなかった。俺も見てなかった。だって、僕、見合うやつでも。適当に選んだら正解だったし、しかも。クリアしてもな、一回ミスってるからな。そう、この時点でもう終わりよ。そう、テンション上がらねえってやつやな。わかんない、忘れた。見てなかった、正しくはちゃんと。6だった。記憶するのも得意じゃないからね、しょうがないよ、頑張るしかないよ。ギャー。なんか後半は多いやん。4番目、なんでこれできるんだろう。これだったはず。でもこれクリアできてもな。ね、入るか。どうやって戻るんだろう。 B ボタンかな。あれ、あーしまった。
イミングが間違えた。首が痛くなる、これは。あ、やべやべやべ。あ、間違えた、普通に。あ、どうし、もうこれどうにもならないの、もしかして。これ時間の無駄になるんじゃん。大丈夫？練習するしかない。で、そういう時に限って、うん。なんで今これクリアしちゃうんだよ。困ったね、俺。でもいいね、うん。何とかするの分かんじゃん。うん。ああ、そっか。タイムカットすればいいのか、こうやって。8ぐらいだったはず。8もいたっけ、こんなに。4、5、6、7、8。ああ、そうか。あ、見えなかった今、やべ。1、2、3、4、5かな、多分。こういう時に限って全問正解っていうね。なんかこういう時に限って冴えてるんだよな。こういう時になると緊張してるんだよね。そう、そもそもここも問題だしな、俺。いや、一番数えてないやつ気がしちゃった。これ全部で 何体いるんだっけな。まあ、今日もあるから、これ全部で配信で3回いるか。だって色はついてないから。単純に色のこのついてないやつだけのやつを覚えちゃったからさ。4種の中の3種だけ覚えて、その、うん。その赤のやつをさ、わかんない状態になっちゃったよ。そう。ただ忘れた。8か。ってことは大体12ぐらいいるのか、最大で。そうです。見て。せーの。わかんない。なんでこんな時かけて伝えるの？多分4番目か？なんでだよ。なんでだよ。なんでこんな時かけて炸裂してするの？うん。嘘だろ？Aボタンかな、俺。どれだろう？Y ボタンは A ボタンの代わりだから X 何もないな。X じゃない。戻れた。ジャンプ？はい。はいってしか言えようがないもんな、俺も。はい。さあ、第1ステージ。はい。さあ、3本番。あ、誰だ今の、分かんなかったぞ。あ、やばい、本当に分かんなかったぞ。普通のやつだった。くそー、最初が突破できなくなってきてんじゃねえか。あ、ごめん、事故った。うん、どうやってやめに見えるなって。うん、昔俺やったらなんだろうなと思った。
うん。なるほど。ボスプッチ大変ってことやな、だから。あ、分かんなかった。でも大丈夫だった。なんとか。うなぎだけできてもな。うなぎだけ、これ、我々ある。普通にある。うなぎはできる。くぅ。悲しくなってくるよ。あ、分かんなかった今の完全にやべ。あ、3だった。しかも、まあ、もう終わってたけどすでにやべえ。さあこれよ、これ。あー、分かんなかったぞ今。5かな。やべ、あ、赤見てなかった。あ、なんで直感で当たるねん。直感で全問正解。嘘だ、3本目の赤見てなかったのに、ちゃんと俺。なんか悲しいね。そう。多分3本目。じゃなかった。どうでもいいところで炸裂して、そして、こっちで失敗するっていうね。くそー、難しいね。あ、戻りすぎやね、もうね。スッと集中。こいつ、はいはい。あーあ、いいな。おう、さあ次。ああ、多分多分こいつ。よし、第一ファーストステージクリア。次うなぎ、うん、確定枠といったらね、痛い目合うからあれだけど。はい、真ん中。はい。はい。はい、こっち。はい。あー、ちょっと怪しいかも。あ、しゃ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 。さあ、次、第3ステージ。覚醒状態続けるか。はい、次。三、一、二、三。はい、次。あ、見えなかった。やべ。三か四かどっちだ。四ついったけど、四つとも一緒だったか。あー、これ。じゃあ信じるか。あ、読んじゃったし。いやー、騙されて。や、読んでやればよかったよ。くそー。残念、これもある。くそー。私の意見が割れて。うん。3、くそー。せっかく通過できたのに、最初のところ。
な、こっち。しょしょしょ。あ、一、二、三、四。多分八。多分です。あ、違ったかな。三、四、五、六、七、八。あ、よかった。いやー、あの四のミスが痛いんだけど、かなり俺。2番目だった。俺音ゲーダメなの記憶ゲー。3、4、5、6、7、8。うわ、結構頑張ったのに。うん、端っこ。あ、これは、これはこいつだったかな、笑ってるやつ。よ、あ、これは誰だ今のは。分かんなかったな。あ、普通のやつだった。さっきうまくいったのに。しょうがない、ここは二段コースで行こう。うなぎさんごめんよ、スルース。普通じゃないけど。7、8、9、10。見えたけど、でもスルーするすまんけど。時間短縮しないと。ここも先に進もう。こればっかりは伝えていかないとまずい。スーッとスピードで。最後の音ゲーは難しすぎず、俺には。ここ、うん。ここだけ練習するって。最初だった。どの道どっちでも成功しないって俺。さあ行くぞ。レッツゴー。え？なんや。え？わからない。そう。無限の体へ。ん？え、マジでわかんない。ピンときてないね、俺が。ピクサー？ピクサーのあったっけ、そういうの。嘘や、信じられねえ。あ、うん、無限の戦い。うん、わかんない。無限の戦い。無限の戦い、何？
わないよ。どうやろう。トイ・ストーリーの何かのセリフなの？そうだよ。ピクサーって言ったらそれしか思い出せない、思いつかないけど。間違えた。でも分からないの俺、トイストーリーあまりよく。え、それでもさ、ものすごく CM とかやってるし、有名中の有名人だと思うんだけど。そうなの？電王が俺参上っていうくらいやばいくらい有名人。あ、そうなのか。今電王負けるかもしれないけど、でもそれくらい当たり前より。マジか。そうなの？わかんないよ。そして3本目見てなかったし、全く俺君、ちょっと常識外れにしなおうと。だってそう、映画とか知らないもん、ほとんど。なんか俺 そういうの見なかったからな。ほんで、スペクサーとかも見てなかったからね。そうなの？でもあんまり覚えてないんだけど、ね、正直には覚えてない。うん、ああ、そうなの？そうか、そうなのか。合言葉か。驚かれてもな。驚かれても困るけど俺。なんか進まなかったけど、多分覚えてないというか忘れてるんだよね、多分それを。マジで？緊張してるから、緊張しすぎて言葉が出なくなってきたよ、本当に。まずいまずいって、集中しすぎてるってね、本当にもう。あ、一瞬見失った。あ、危なかった。うなぎさんはスルーじゃないよ。クリアできないと、悲しい。さあ、ここ。うん。7匹。やべえ、わかんねえ。たぶん7、7、7、6か7。4、5、6、7。よかった。よし、次。3。3。1、2、3。はい。次。え、わかんなかった。2。あ、3じゃねえか。そう。ゲーム本編より難しいね。ただでさえ大変だったのに。たぶん2。あ、違った。ダメだ俺。もう働いてないの今、一瞬だけ頭が。そう。記憶ゲー。
3番目かな。あ、間違えた。うん。すいません、さあもう難しい。まあいろいろ事情があるのさ。さあ一つ目のやつだな。もっと個性豊かだね、ゴルドーも。まあ、ディスカバリーでなんか、すげえ冒頭のやつ。おう。ダメよ。一つ目なの？ああ教えてもらっちゃった、助けてもらっちゃった。なんか、今日俺はすごく調子に乗ったんだ。おう。うなじゅう、うなじゅうじゃない、うなぎ。分かんないよ。何の話か分かってないよ。コナンなのか、それも。それもというかそれコナンのネタなのか。おーっと、危ねえ。そのまま続くの忘れてた。うなぎあ、どこだろう。多分こいつギリギリ見えるから助かるけど、ほんと。さあ、3、はい。5。さあ、ちょっと怖いな、でも自信がないから。はい。これおお、あとはスピード重視や1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。さあそうレベル3っていうか簡単なパターンと難しいパターンがあってね、なかなか大変や。うまい具合に簡単なパターンにはまって当てはまってくれると助かるんだが、あ、青は分かんなかった今のは。ああ、4つだったか。次は音ゲーですか。逆に目つぶってる方ができそうな気がするっていうね。おう、分かんなかった。4番目か。3番目かな。あ、2番目、初めの2番目だった。スピード6、7まで行ったのにって。くそ、緊張つつ。あ、これは普通の顔か。違った。やべ、どっけからしてみました。どうしましょう、本当に。やべえ。ただでさ、やばいの。よりやべえ。とりあえずスピードを速くするわ。うなぎに笑われている。そりゃそうだ。簡単なやつだからミスったら笑われるわ。簡単なパターンだったりするんだよな。まあ今はスルーするけど済まないけど。
バカにされながらしたっていうか。うん。なるほどね。これできないからね。一通りやらなきゃいけないから、なかなかつらくはないけど大変やな、これ。そして、こうやってスピード速くするためにさ、こうやって最初からバツ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 ってやるのもなかなか嫌だよね。すまんけど今回だけは最初から最後まで失敗で進む。全部×さあ今度は間違えないでね。俺よしこれだ。よいしょ、まず、よし、あ、これは普通の顔かな、多分。よしよし、しや、次、これは何だったんだ、今のは。あ、やべ、わかんねえ、これ一回きりだからわかんねえ、本当にわかんねえ、わかんなかった今。はい、というかいろいろと見苦しい感じになってねえかねって思って、やってた人はこんな感じだったなって思うのかな、でも。うん、出してください。うん、今のところ俺の場合、取れ高がないからな。こういう時かけてやや簡単なパターンかよ。でもいい、もう先に進みたい。本当はこういうのやりたい、こういう風にやりたくはないんだけども、もう時間短縮するしかないんだもの。そう、赤は読んでひつ、なんか申し訳ない気持ちになるよね、やっぱりこうやってやると。頭使うね、かなり。結局失敗してるしね、そして普通に。これいつになったらできるんだ、俺不安になってきたぞ。あ、そうそうそう、ごめんごめん。MG5 って書いてある。そう、最初がブルーも。端っこ、どっち、よいしょ、あ、これは、うん、こいつかな、違った、やべえ、あー、くそ、セレクトボ、リセットボタンを押したくなる、押せないんだよな、これ。巻き戻し機能、絶対やらないからね。うん、さすがにそれは、そのズルはさすがにね、よろしくないので。多分このミニゲームはそれやっちゃうと一気にやばいことになっちゃうんでね。うん、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 やるなよ。やらないけど、俺もさすがにやらん、それは。絶対にルール違反はしちゃダメよ。どれだけきついかっていうのを間違えた。
どれだけそのね、やりごたえがあるのかっていうのをね、どれだけこのゲーム続いたっていう証明のビッグダウンなんだから。そう、ズルしちゃったらしらけちゃうよ、それは。でもね、最悪ね、史上最悪の方あるで。え、もう適当にやってりゃ、その人が捕まる。まあ、まあね、そりゃ。間違えた、普通に。うん。だし。はい、行きましょう。さあ、覚えましょう。笑ってましたね。よいしょ。さあ、行くぜよ。おい。分かんなかった。多分2番目のやつ。じゃねえ。おもれ。おいら、おバカ。うまくいくときはスンスン行くのに。そう、いいのが来るか来ないかによって全然違うっていうね。本当にもう運が悪いと全くわからないというね、本当に。普通にうなぎやっちゃったし、俺今リターンすればいいのに。岩場か火山かわからないけど、そういうところなんだな、ここは。難しさはそのままっていうね。ああ、こういう時に限って簡単なステージだったので、ここが。そう、いい塩梅だよね、ほんと、バランスが。いや、だいぶ壊れてると思う。きつい。あ、じゃあでもない。はっきり言え、これは無理だ。ただ、このミニゲームのところで俺苦戦してるんじゃ、ボスバトルどうなるようなんだよね、ほんとに。先が思いやられるよ、ここで苦労してたら。まあ確かにずっとさ、あの普通にやってた時もさ、かなり苦労してたけども、だいぶ苦労したもんな、本当に2時間ぐらい、1時間2時間苦労したもんな。こういう時に限って簡単なのね、2つとも。3番目だったか。なるほどね。これ頭すごい使うんだけど、本当に。そう。よいしょ。はい。こいつですな。次は誰ですか？うん。あ、渡ってるやつだな。さあ、ここだよ、ここ。カモン。はい。ああ、わかんなかった。どうしましょう。こっちかな、こっちかな。ああ、くそ。いってらっしゃい。くそ。おう、俺邪魔。え？パス？まあね。全パスですよ。
難しいね。よいしょ。さあ行くけ。さあっていうかあれだけどもね、もうこっちの記憶まではなかなか難しいよ。パン。今回は多いパターンやな。わかんなかったから大体7ぐらい。7ぐらいかな。おう。2、3、4、5、6。ちゃうやん今日で、ね、全部数えとるやん。おや次。よいしょ。さあこいつは7。あ行きすぎや。7。あ7は違う、7じゃなかった。5億数えてたな。次。よいしょ。音ゲー、記憶ゲーか。おこれはうん、次覚えましょう。5番目やん、こっちも。はい。最初のステージが突破できねえな、なかなか。あの、難しいっす、最初のステージ、すごく。これ一番最初なんだよなと思ってやるけど難しいです本当に。ノーマルゴルド。よしゃん。次は？あーこれ見えなかった、ちゃんとこれかな。あ違ったし。もう。クソです。ダメやん俺。くそー、だんだん見えなくなってくるっていうね、最終的に。困ってしまう、見えなくなってくるから。唯一うなぎだけよく見えるっていうのもこれ一番最初のステージのそうであっても不思議じゃないぐらいの難易度だよ。なんだろうね、ほんと。あまりにも最初のやつ結構難しいというね、俺に。どだけは突破できるもの。お、ちょっと軽くバグった？簡単なパターンのやつのところにうまく当たってくれないと。ネクストステージへ。青が多いの。黄色は1匹しかいなかった。これ引きなのかな。1匹しかいなかったよ。痛いかもしれないけど。お荷物は痛いって言ったからな、そこはこだわらないといけないもんな。手すりました。ダメだ。そうこのゲーム難しい。近づいたら、うん、お前今画面近づいてるけどさ、マイクに思いっきりテレビの音が入ったかも。そう、それにさ、うん、そのどうせもう交換、うん、のやつなんだから近づいても何にも意味なくね。ね、必死になりすぎてわけわかんなくなってた今。どうせ近づくならそこで近づけ。うん、近づいて見やすいようにして。こいつ
ガンビでございます。ガンビしないと無理や、本当に。あ、分かんなかった、最終的に。さして。多分ね、うん。これかな。よかった、ありがとう。うなぎ。うなぎしぶき。うなぎ。ね。よし。あ、見えなかった。やっべえ、どうしよう。危なっ。うなぎで見せるかと思った。しょ。うん。三回。ちょっと難しいパターンだった、これ。くそ。はい、もう緊張しすぎちゃって、もうやべえよ。ちょっと、はい、3番目。あ、見えなかった、やべえやべえやべえ、本当に見えなかったよ。どうしよう。3、4だったー。くそ、焦りすぎて。くそ、あとスルーや。おお、ここもなかなか大変だったけど。小さい小さい小さい3。あ、ここはなんとか。1、2、3、4、1、2、3、4、1。忘れた。多分1は黄色やった。そう、むずー。多分これ。さあ次。うん。3。あ、しまった、声出したら分かんなくなっちゃうよね、そりゃ。あ、泣いてるやんか、川崎。2、5、6、7、8、9。さあ、よく見ましょう。見て見て見て。よーく見ろ。こいつ、はい、バルー。はい、次。はい、あ、同じダッキー。はい、最後カモン。うっ、はっ、あ、こいつ、よっしゃ。さあ、うなぎ、うなぎはちょっと離れた方が見えやすい。うなぐい。さあ、ゴー。はい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 。うなぎ。はい。はい。はい。あ、はい。うん、はい、うなぎ結晶確保。でもスルースルースルー。さあ次。1、2、3、4、5、5匹。5匹だね。はい、5体ある。5体かもしれないね。5匹いたな、までまた。うん、1、2、3、4、1、2、3、5だったはず、さっき。あれ、4か5、1、2、3、でも5だったはず。危ない。さあ最後だよ、これ。あー、分かんなかった。違うのが1体いて。
違うのが1で開いてないのがあったから 6?6 もいない気もするんだけどな。7やんけ。おー、いい。大真面目にやって、これは悲しくねえか。くそ、むずすぎやろ。ほんで漏れたけど、今。はい、これは6体ですな。くぅ、むずっ。ああ、間違えた。あ、たまたま運よく赤になってくれたから助かった。ボードがあれより、あれよりどうなんだろう。あれの方が地獄だったような気もするけど、あれが二度ととは言えないけどさ、あれはもう嫌だったな。攻略法が全然分かんなかったし、あれ地獄すぎたよ本当に。多分最大級にぶち切れたんじゃないかな、多分俺。あの時動画自体編集はもう終わってるからさ、うん、まあ、この文字の感じで動画が出てくるにアップされてるのが分かりませんが、うん、そうなのか。よく切れてること多い俺でも最大級にブチ切れてたような気がする。黙って言葉が出てくるな。えらいことになってたもん、だってよく分かんなかったから。ルートによっては序盤でやってたかもしれないっていうね。しかもよいしょ、3投目。あ、笑ってたなこいつ。よし、どうしたの。よっしゃー、ネクストステージ、おい。はい、うなぎステージ、いい。はい、うなぎゲット、1匹目。はい、2体目ゲット、2匹目ゲット。あ、見えなかった、やべえ、激ヤバ。あ、よかった。はい、3匹、3本釣り。さあ、ここだよ。2だから8だな。ほい。さあ、次。5、さあ最後じゃねえや、3本目。あー、やべ、見えなかった、全く。違う顔はいなかったかな。4、よっしゃー、3球、よし。さあ集中。そんなに怖い。俺もなんか協力するわ。はい、黄色飾る。はい、6。はい、7。よし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 。ああ、やべ、わかんない、俺気取った、見えなかった今俺。黄色は7、6くらい。やばい、これ失敗したかも。いつだ、俺分からない本当に。黄色が多く占めてたから、うん、10以上はない。7でしょ。
黄色が7で青が5ぐらい。分かんなかった本当に。どうしよう。俺も分からん。積んだ青で。いやもう3で当てるよ。ああ3で当たった。思わず。よし、立て。後半2度は俺が覚える。はい。1番目最後、一番最後、一番最後。一番最後、一番最後。あーしゃー、クリアした。あは、いやーいやー、大変だった。タン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 、オールコンプリート、オールコンプリート、イエーイ、やった。いやー、なかなかうん、大変だった。もう1時間くらいやってたんだな、あっという間に。いやー、これはスターマービーのミニゲームだ。おー、うん、これは頭をフル回転したね、本当に。大変、面白かった。よし、じゃあ次、うん、次のミニゲームでお会いしましょう、うん、次またね、ミニゲームでお会いしましょう。というわけで、さようなら。マジ疲れた。